はい、こんにちは、116インズです。チーム内で新型コロナウイルスの集団感染が発生してしまったマイアミマーリンズ、今週に入ってようやくシーズンの方再開できましたが、この影響で約1週間ほど試合ができない状態でしたね。今回の集団感染の影響でマーリンズ計18選手が故障者リスト入りしてしまい、なんとかメジャーのロースターを埋めるためチームも FA 契約ですとかトレードなどあらゆる手段で選手をかき集めて、なんとかシーズン再開というところにこぎつけました。マーリンズのドン・マッティングリー監督も、今回新しく入ってきた選手たちがどんな選手たちなのか全くわからない状態で指揮することになっていますので、まあ、かなり大変だとは思うんですが、マーリンズは今日時点で5勝1敗と非常に順調なスタートは切れています。マーリンズ内での集団感染が報道された際には、もしかしたら MLB のシーズンこれで中断になってしまうんじゃないかなど私としてはちょっと懸念していたんですけれども、今のところそういった事態にはならなくて少しホッとしています。さて、そんなチームとしてある意味非常事態に陥っているマーリンズで、エディ・アルバレスという選手がデビューを果たしました。このアルバレスは現在30歳の内野手でして、内野のポジションを複数守れるいわゆるユーティリティと言ってもいいような、まあ、選手なんですが、30歳という年齢は初めて MLB に昇格する年齢としてはかなり遅いですので、いわばオールドルーキーと言ってもいいような選手なのかなと思いますね。オリオールズとのダブルヘッダーで MLB デビューを飾りまして、2試合で計5打数ノーヒットと、まあ、初ヒットは生まれませんでしたが、ようやく念願のメジャーの舞台でプレーすることができました。こういったデビューが遅い選手ですと、マイナーで10年プレーしたとか、まあ、そういう苦労人であることが多いんですが、このアルバレスも確かにマイナーで6年プレーはしているんですけれども、ちょっと他の野球選手とはバックグラウンドが違うんですね。ではそれが何かと言いますと、アルバレス実は野球選手になる前はスケートの選手だったんですね。しかもただのスケート選手ではなく、ショートトラックスピードスケートのアメリカ代表として2014年のソチオリンピックにも出場しているんですね。で、しかも男子 5000m リレーでは銀メダルも取っているんですね。なのでこのアルバレスはスケートでトップアスリートになった後、そのたった6年後に今度は野球のトップアスリートになったわけですよね。いや、とんでもないなと思ってしまいますよね。まずオリンピックに出場するだけでも簡単なことではないのに、メダルまで取って、でさらに今度は全く違う競技でメジャーリーグまでたどり着くわけですから、いや、どんな運動神経だよとちょっと思ってしまいますね。ただこのアルバレス、野球が全くの素人という状態で MLB を目指したわけではなく、もともとは野球選手としてもそれなりに有望な選手だったようですね。高校時代の野球選手としての活躍は、野球で大学への奨学金をもらえるレベルだったようですが、ただ最終的には2010年のバンクーバーオリンピックでのスケートでのアメリカ代表入りを目指して一度は野球を諦めているんですね。ただこの時は惜しくも代表入りは叶わず、またアルバレス自身の膝の状態もあまり好ましい状態ではなかったため、代表入りを逃した後は一旦スケートから距離を置き、でその間に2011年は短大で野球に復帰しまして、この時打率は3割3厘と結果を残し、オールカンファレンスチームにも選ばれたようですね。アルバレス本人としてはこのスケートから離れている期間の間に膝の状態が回復することを望んでいたようですが、ただ膝の状態は日に日に悪化してしまい、最終的に手術を受けることになってしまいました。この手術後の期間は自分で満足に歩くこともできず、本人としてもメンタル的に相当きつい期間だったらしいんですが、ただ家族の支えなどもありまして、12年にスケートに復帰、そして14年にはソチオリンピックアメリカ代表というところまで至るわけですね。これだけでもなかなかすごいキャリアなわけですが、アルバレスはここにとどまりません。実はソチオリンピックの前から野球界への挑戦を決めていたんですね。野球は自分にとってもパッションであり、また次のオリンピックの後まで待ってしまうと、年齢的にも厳しいことから、これがラストチャンスだと感じたようですね。アルバレスの家族ぐるみの友人にホワイトソックスの選手がいたことから、ホワイトソックスとのトライアウトにこぎつけたアルバレス、スカウトへのアピールにも見事に成功し、14年の6月ホワイトソックスとマイナー契約を結ぶことができました。アルバレスにとって11年に短大でプレーして以来、実に3年間野球から遠ざかっていたわけですが、そんなブランクを感じさせず、ルーキーリーグそしてシングル A で2014年は打率3割4分6厘と非常に好成績を残しまして、2年後の2016年にはトリプル A まで到達したんですね。なので比較的スムーズに MLB 目前というところまで来たアルバレスですが、ただなかなかトリプル A で結果を残せず、トリプル A で実に3年間足踏みをしてしまうんですね。そのような停滞した状態の中、
アルバレスに転機が訪れたのは昨年の3月、マイアミマーリンズへのトレードが決まった時ですね。マーリンズ移籍後もトリプル A でプレーすることとなったアルバレスですが、打撃面でついに大ブレイクを果たします。比較的打者有利なパシフィックコーストリーグでプレーすることになったのも手伝ったのか、トリプル A で打率3割2分3厘、そしてキャリアハイの12本のホームランを放ち、ここでようやく MLB への昇格候補としてアルバレスの名前が上がってくるようになりましたね。スプリングトレーニングやサマーキャンプなど、決して打撃面で好成績を残したとまでは言いませんが、内野のユーティリティ性で首脳陣に対してアピールしていましたし、それがこのチームの非常事態においてようやく実った形になりましたね。ということで、他のメジャーリーガーとはかなり変わったキャリアと言いますか、第二のキャリアとしてメジャーリーガーとしての道を歩み始めたアルバレス。おそらくチャンスを与えられるのは主力の選手たちがコロナウイルスの影響で離脱している非常に短い期間だけになりますので、この限られたチャンスを生かしてメジャーに生き残れるかというところは今後注目して見ていきたいところですね。足も速いですし、また内野の複数ポジションを守れることから、あとはバッティングさえどうにかなればメジャーで生き残るチャンスというのはそれなりにあるんじゃないのかなと思いますね。また私個人としては、このアルバレスのオリンピック選手としての経験もチームにとってはプラスになるんじゃないのかなと思いますね。オリンピックという国を背負って戦う舞台においてこのアルバレスは成功しているわけですし、現在マーリンズは非常に若い選手が多い中で、そういったプレッシャーのかかる場面ですとか、大一番で結果を残すためのメンタリティなどをチームに伝えることができれば、将来のマーリンズにとっても非常にプラスになるんじゃないのかなと思いますね。そのおかげでオリンピックメダリストが今度は MLB の舞台でワールドチャンピオンになるなんて展開になったらまた面白いかもしれませんね。まずはアルバレスにとってはここからの何試合かが彼にとっても勝負となると思いますので、初ヒットを含め彼の活躍に期待したいですね。マーリンズは当面選手の試合の中止の分が日程に重くのしかかってきますが、皆さんもマーリンズ戦を見る際にはこのアルバレスという選手に注目してはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。